はい。どうも皆さん、こんにちは。いずいッこです。それでは今回なんですけども、モバイルパスモがついに iPhone や Apple Watch に対応チャージ方法、使い方、利用する際の注意点を簡単解説ということで、今回はモバイルパスモについてですね。このモバイルパスモ自体はですね、もともと Android は対応してたんですが、10月6日より iPhone や Apple Watch にも対応したということでしたので、それについてお伝えをしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回こちらですね、Apple Pay の PASMO、始まる iPhone や Apple Watch で並ばずにチャージも定期券の購入も、ウォレットアプリから簡単にということですね。ま、これはね、ちょくちょく噂がされてまして、いつ始まるんかな、いつ始まるんかな、というふうに噂されてまして、やっとですね、サービスが昨日からスタートしました。で、念のため PASMO なんですけども、ま、ご存知の方もほとんど多いと思うんですけども、PASMO っていうのは交通系の電子マネーということですね。僕はちなみにこの PASMO 自体は持っていません。 というのもですね、まあ理由としたら、今出てるようにこれウィキペディアから引っ張ってきたんですけども、主にパスモ自体は関東地方であったりとか山梨県静岡県の鉄道27事業者、バス76事業者が取り扱っている電子マネーということですね。まあ基本的にはまあ、もう交通系の IC が使えるところであればもうパスモもだいたい使えるんですけども、主にここら辺の地方の方がパスモは普及しているという感じですかね。 で、先ほどもお伝えしたように、それがやっとこう10月の6日より Apple Pay に対応したということですね。まあこれはもう普段からね、パスモを愛用されている方、プラス iOS ユーザーの方であれば結構嬉しいニュースなのかなっていうふうに思います。まあこのモバイルパスモ自体のちょっとしたまあ特徴というのがですね、6個ほどあったので、サクサクっとお伝えします。 まずはここですね、会員登録やアプリのダウンロードが不要で新規発行ができますということですので、僕自身はパスモ自体は持ってないんですけども、そういった持ってない方でもすぐに使うことができると。で、それに加えてですね、もともとパス s を持ってる方ですね、お手持ちのパスモを残高や定期券ごとに移行取り込みができるということでしたので、まあ、新しく利用されてる方も、 すぐに使うこともできるし元々のパスモユーザーの方もすぐに使うことができると。 で次は、どこでもチャージということで、まあ、これ本当にね、まあ、モバイル端末の特徴でもあるので、クレジットカードとかと紐付けてあれば、まあ、動いてる途中とかでも全然チャージはすぐできると。であと、ここもいいですよね。Suica とも共存できるということでしたので、まあ、ちょっとこのまま文章を読むと、PASMO や Suica など複数カードがご利用可能で優先するカードを設定できますと。これはもう iPhone 上の設定ですぐに切り替えることができます。あと、並ばずにどこでも定期券購入ということで,ですね。 まあこれは普段からね、定期券購入されている方もサクッとモバイルパスモで購入できると。あとはこのオートチャージのサービスもあるということですので、まあ、普段からね、パスモでオートチャージ利用されている方も、これまで通り使うことができるということですね。これが主な特徴でした。次にここ重要なんですけども、このモバイルパスモが使える対応端末ですね。ちょっとまず見ていただきたいんですけども、 ここの iPhone なんですが、まず iOS のバージョンが14.0以降、そして iPhone8 以降になります。まああのー、これですね、ちょっと僕思ったのは、それこそね、モバイル3かとかもそうなんですけども、クイックペイとか ID 決済とか使える iPhone っていうのは、iPhone7 からずっと使えてたんですけども、 今回はなんと iPhone8 以降になりますので、これはちょっと iPhone7 でモバイルパスモとか利用しようかなというふうに思ってた方はちょっとここは注意が必要ですので、まずご自身の端末が iPhone8 以降、そしてバージョンが14.0以降になっているかっていうのをちゃんと確認した上で使ってみてください。次に Apple Watch なんですけども、w a t c h OS の7.0、そして Apple Watch のシリーズ3以降であれば対応するということですので、まあ Watch 使っている方はこれに適しているどうかも 事前に確認が必要ですね。そして、それに加えて、Face ID、Touch ID、またはパスコードが設定されているものであればちゃんと使えると。ちゃんとこの条件が整っているかどうかっていうのを確認してみてください。次に、このモバイルパスモの始め方なんですけど、大きく分けて3つございます。簡単にちょっと紹介したいと思います。まず1つ目は、お手持ちのパスモを移行取り込みするということで、元々のね、パスを利用されている方は、そのまま移行して使うことができるということで、もうこれ先ほどもお伝えしたんですけども、 で気をつけてほしいのはここなんですが移行できるパスモと移行できないパスモというのはちゃんと例が出てましたのでこれはちゃんとチェックした方がいいと思いますまず移行できるタイプのパスモなんですけども無記名パスモとか記名パスモでパスも定期券、まあ、この3種類であれば取り込みができるということです で、移行できないパスモの例とかもちゃんと出ておりまして、まあ、例えばその一体型パスモとかあるんですね。ちょっと僕は詳しくわかんないんですけども、そういったパスモであったりとか、他にも一部のまあパスモの定期券とかも対応してないっていうものもあったりするので、まあ、これに関してもね、ちゃんとご自身のパスモが移行できるタイプのパスモかどうかっていうのをちゃんとチェックしてみてください。 次ちょっと2番目飛ばしまして3番目なんですけども PASMO アプリから新しく PASMO を発行して使うことができるということですね結構やり方めちゃくちゃ簡単でしたのでまサクッとお伝えするとちょっとホームページから引っ張ってきたんですがまずはパスモのアプリを App Store からインストールしていただきます、まあ、ちょっと僕が見た時はまだ App Store になかったので PASMO のホームページ上より アクセスしてみまして、そしたらアプリがありまして、インストールしたらここの始めるをまずタップします。そして今度一番上の新しくパスモを作るをタップしてください。で、一番上の無機名パスモここをタップします。で、ここでですね、まあチャージをするところの画面に出るんですけども、 まあちょっとですね、ホームページ上の画像を引っ張った時は、このチャージ金額っていう風な金額を選ぶところに枠が入ってたんですけども、これはチャージしないでも登録することができます。で、次にこの Apple Pay にカードを追加しますかっていう風な画面が出てくるので、これができたら次へをタップします。で、あとは最後にこの Express カードということで、いろいろちょっと文が出てるんですけども、下の完了というのを押したら、あとはこれで PASMO の発行が完了しましたって出て、普通にチャージをして、あとはモバイル PASMO が使えるという流れになります。なのでアプリからね、インストールする すればチャージせず無料ですぐに作れるので結構。これは簡単でおすすめな方法ですね。で、最後2番目。こちら iphone を apple watch から新しくパスも発行する方法なんですけどもまあ、僕はちょっとこの方法で行いました。 この方法で発行した理由なんですけども、これが僕作業を行ったのが10月の6日の今左上に出てる時間の8時28分だったんですよ。まだ公式のページでモバイルパスもスタートしました、iPhone 版スタートしましたというのはアラートが出てない時に、これできるかもみたいな感じで自分でちょっとやっちゃったんですよね。なのでこの方法でちょっとやってしまったっていうのはあるんですけども、結構やり方も簡単でございました。 まずはちょっとウォレットの画面をですね、iPhone 上で出していただきまして、で、ここのプラスのマークを押していただきます。で、いつも通りですね、ここの Apple Pay の画面で下の続けるというところをタップしていただくと、ここのカードの種類のところで、なんと新たにですね、ここに PASMO の項目が増えてたんですよね。いつもだったらクレジットカードが追加だったんですけども、今回は新たに交通系 IC カードとして PASMO が追加されました。で、ここを実際にタップしたら、利用規約の画面が出てたので、ここで右下の同意スローをタップします。 そしたらですね、チャージの画面に切り替わります。で、この方法の場合は必ず1000円以上からチャージをしないと次に進むことができなかったので、僕の場合は金額を1000円という風に入力して、右上の追加をタップしました。で、ちょっとですね、Apple Pay に登録してるカードで、まあ、どれがモバイルパスモのチャージに適しているかどうかってちょっと事前に調べてなくて、とりあえず JCB のオリジナルシリーズの JCB カード W でチャージをしてみたんですよね。これを選択して、 選択してチャージをした後に気づいたんですけども、JCB カード W のおきづきポイント付与の対象にならない項目に、なんとですね、しっかりとモバイルパスもチャージご利用分っていうのが出てたんですよ。なので僕はただ単に普通に、 還元も受けることができずただただモバイルパスモに JCB カード W を使ってチャージしただけの状態で無事になんとかですね1000円をチャージすることができましたこの動画を見ていただいてる視聴者さんはこういったことないと思うんですけどもチャージする時のクレジットカードはしっかりとそれが対象になっているかどうかっていうのを確認した上でチャージしてみてくださいまあ、試しにですねその当日僕がローソンで Apple Pay で決済をして無事に Apple Pay で決済完了しました結構簡単でしたね で最後にですね、まあ、利用する、このモバイルパスも利用する上でのまあ注意点というのが、まあ、ちょっとここかなというところがあったので、3つほどピックアップをしました。 まず1つ目は、クレジットカードを使う場合は、3D セキュア対応のみのクレジットカードじゃないとチャージができないということですね。まあ、これは結構ご存知の方多いかもしれないんですけども、まあ、大抵のクレジットカードは 3D セキュアほとんどあるとは思うので、もしチャージができないなっていうことがあったりした場合は、それがもしかすると 3D セキュア、本人認証サービスに対応してないタイプのカードかもしれないので、ここは気をつけてください。 次2つ目なんですけども iPhone の ApplePay の設定の注意点ということで、まあ、これちょっと実際ですねどんな画面か見ていただきたいんですけどもまず設定の画面 iPhone の設定の画面に動いていただいたら真ん中のウォレットと ApplePay という項目があるのでここをタップしますそこで次の画面で真ん中にですね交通系 IC カードの項目に Express カードを無記名パスモというふうに出てるのでここをタップします そしたらですね、今現在、交通系 IC カードで決済する場合は、優先順位としたら、モバイルパスもが今、右上のボタン、まあ緑色のボタンが入ってると思うんですよね。なので、例えば普通に電車とかバスに乗った時も、iPhone をかざした場合、モバイルパスもが優先されるということになります。なので、普段からね、僕は結構モバイル Suica を使うことが多いので、その場合に関しては、モバイル Suica のところの、 とこんな風にマイスイカをエクスプレスカードとして設定しますかという風に出てきますのでここで OK をタップします。そうするとこんな風にですねモバイルスイカ側に緑色の マークが、まあ、うまく入ったのでこの状態で普通に電車とかバスを乗ったら Suica が優先されるということですのでもし、ね、モバイルパスも設定してやっぱり Suica 使いたいなとか普段の生活を Suica に戻したいなっていう場合はこういった方法で設定を戻すことができますので必ずここはチェックしておいてくださいで最後3つ目なんですけども、まあ、これはですね、まあ、ちょっとした裏技にちょっと近いんですが 6g 経由でのチャージはということなんですが、まあ、6g ってどういうことかというと、まあ、これね以前 v i s a ンペイクレジットカードの時の動画で でもちょっと紹介したんですがスマホ決済ミクシーっていう SNS の会社であるミクシーが提供するスマホ決済の 6g っていうものがあるんですがその 6g を使ってビザラインペイクレジットカードを使って 6g にチャージをしてそしてモバイルセカーにチャージをした場合 今だとこのビザラインペークレジットカードの3%分の還元を受けることができるんですよ。まあちょっとこれはいつまでこの方法が続くかっていうのがわかんないんですが、同じ要領でビザラインペークレジットカードを使って 6g にチャージをすると。で、そしてモバイルパスモにここからチャージができるのかどうかということで、そこからうまく3%が受けれるかどうかなんですが、昨日の時点で僕がまあツイッターにもちょっとつぶやいたんですが、10月6日時点でチャージをした場合、6g からモバイルパスモに チャージををしししよよううとたたたら今下ににも出出てててる通りでででですすね支払いい完了ききませんんっ風ああ、もうこれ使えないなっていう風に思ってたんですけども、なんと本日10月7日時点でこの 6g を使ってモバイルパスもにチャージしたら無事になんと1000円分がチャージできたんですよね。なのでこれでうまくできたので、先ほどお伝えしたこの通りであればビザナインペクレジットカードの3%分の還元を受けることができるということですね。 まあけどねもしこの 6g を使ってチャージをする場合なんですけどももしかするといつこの方法が、まあ、塞がれるかどうかっていうのが僕も正直定かではないので行う際はもうここはもう自己責任でお願いします。 まあそんなこんなで今回は Apple Pay でモバイルパスモが使えるようになりましたよということについてお伝えさせていただきました。いや本当ね、まあこれまでずっとモバイル Suica を使ってたので、まあ新たにそのモバイルパスモを使ってこんなことをしよう、あんなことをしようというふうなことは特にはないんですけども、どちらかというとこれに関しては普段からね、パスモを利用されている方であれば結構まあ便利になったのかなと思いますね。 まあ僕自身はね、まあちょくちょく動画でもお伝えしてるんですけども、交通系 IC に関してはモバイル Suica はもうずっと使っているので、また新たにね、このモバイルパスも使ってこういったことをしよう、あんなことをしようとかいうのがあれば、まあその時は動画にするかもしれないんですけども、やっぱり普通の生活の時は、まあ、モバイル Suica を優先して使おうかなというふうに思ってます。で、今回お伝えしたね、モバイルパスも iPhone 版に関しての公式のリンクに関しては下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいと。 ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。喉カスカス。